ビカースはインド宇宙研究機関によって製造される液体燃料ロケットエンジンである。1970年代に液体推進システムセンターで南美奈良やなんと彼のチームによって開発された。インドの人工衛星打ち上げ用のロケットである PSLV と GSLV の2段目と周囲に備える4機の液体燃料補助ロケットと開発中の GSLV Mark 3の L110 コアステージでは2機がクラスター化されて使用される。ジンバル機構を備え角度を変えることが可能である。フランスの設計のコピーではなく、インドとフランスが協力してバイキングエンジンを元に開発された。それぞれのエンジンは別物である。GSLV Mark 3では2機のビカースエンジンをコアステージに使用する。 標準的な GSLV と PSLV に積載する推進剤が40トンであるのに対して GSLVMK-3 に積載する推進剤は55トンである。約40トンの非対称ジメチルヒドラジンを燃料として4酸化チ窒素酸化剤として使用して最大水力は 725KN である。水力増強型の燃焼室の圧力は 旧型の52.5バーに対して58.5バーに上昇して水力は 800kN である。フランスの CNES-SEP によって開発されたバイキング 4A の技術協力の恩恵を享受する。ビカースの第一の違いは燃焼時間が長いことである。ありがとうございます。